こんにちはやけ海外担当広報室長の一ノ瀬ですえ。先週末のライブではね、たくさんの方にお集まりいただきまして、またね、その時にたくさんのお声がけをいただきまして、本当にありがとうございました。またね、気持ちを新たに頑張っていこうと思う所存でございます。 えということでございまして、今日の話題ですけれどもえ、ペルーとの外交関係についてお話してまいりたいと思いますが、現在ね、ペルー大使をされております、え片山大使のね、はるかなるペルー、就航150周年、太平洋がつなぐ戦略的パートナーシップというね、え本をようやく読み終えまして、やっぱりですね、エーミ家がこの外交関係の節目を利用してるんじゃないかというね、えこのことが発覚したというね、このお話でございます。 ということでこのねペルーと皇室に関するお話なんですけれどもこちらのですね本の224ページあたりに皇族のペルー訪問というねこういった記載がございますこのね記述を読み上げたいと思います皇族のペルーご訪問海外居住日系人にとって皇室は自らのルーツに思いを馳せ日本との絆を再確認する上での特別の存在であり彼らは皇室行事を極めて重視する 1958年サンパウロで行われたブラジル移住50周年記念式典に参列された三笠宮同比両殿下がキロペルーを訪問されたこの時の日系人社会による歓迎は日系社会の一世と二世をつなぐ契機となったその後皇太子同比両殿下これは、えー、現在の引退夫妻ですね1967年、えー、日本とペルーの文化会館会館の お祝いに行かれてますそれから佐弥子内親王殿下1999年移住100周年を記念してということですねそれから常陸宮同比両殿下2009年移住110周年記念。 それから、エーミア同比両殿下、2014年、外交関係樹立140周年。ここには注意書きが書かれておりまして、140周年は2013年であったけれども、2014年に訪問してますよという注意書きが書かれておりまして、それから、エム子さんですね、2019年移住120周年が、それぞれペルーを親善訪問されているというね、こういったことがこの本に書かれております。 そういういことでね現地の日系人にとってはやはりね皇室の人がやってくるというのは非常に特別なことというね、まあ、こういったね位置づけなのが分かります。 ただしなんですけれども、まあ、ペルーの、ね、日系人会も,も世代交代が進んでいると思いますので、まあ、例えば、ね、1958年の三笠宮両殿下の時はまだ、ね、ブラジルへの移民が始まって50年ペルーは59年目だったんですね。ですので、まあ、例えば、ね、10代の頃に日本を経って、ねえー、ペルーに移住した方は70代ということでまだご存命というかですね。まあ、日本を で移住した1世と、まあ、その子供たちで、ね、1世2世の時代でございますので、まあ、天皇陛下が神だった時代のまま移住されて、まあ、その、ね、感覚が残っていらっしゃるので望郷、まあの気持ちもあるしその神様の一族が、ね、やってきたということで非常に、ね、盛り上がっただろうなと、ね、これは想像がつくところですよね。 ただね、今はね、もう4世、5世の時代ということなので、かなりね、やっぱり皇室であるとか、日本への思いみたいなものもトーンダウンしてるんじゃないかと言いますかね。まあ、薄まってるんじゃないかという気が、個人的にはしております。もう、あの、遠いね、こう、おじいちゃん、 でもないねもうひいおじいちゃんひいひいおじいちゃんの時代にそういえばねあのうちの祖先は日本からやってきた人たちなんだよねぐらいのことでもうなんか日常生活においてですねこう自分が日本人であるみたいなことを感じることはもうそんなにねなくなっている世代なんじゃないかなと思うわけですね。でまあ注目点はここなんですよ。えー、まずね1958年の三笠宮寮 伝がえブラジルル移住50周年の帰りにペルーに立ち寄られたでしょうで次がね1967年今の引退夫妻が日本とペルーのえ文化会館の開館式典ですねこれがペルーにできたということで、まあ、これはもしかしたらね、えー、現地のペルー側からこ,の、ね、こういったものを作ったので是非ねお越しくださいみたいな要請があったかもしれません。 でそっからだいぶ飛ぶ飛んですよね。で1999年、えー、黒田清子さんですねが法、えー、宮様時代にご訪問ということなんですけどここでですね引退夫妻が訪問されてで次黒田清子さんがペルーに行くまで32年間空いてるんですよね。 でまあこれがですね日系人移住100周年ということでこれは非常に大きなねやっぱり節目なのでまあ一世紀経ちましたということなのでねまあ皇族方がお出ましてねまあこれはわかるじゃないですかあの要はですね何が言いたいかと言いますとえペルーに対しては過去 にですね50周年の時にも皇族方行かれてないんですよブラジルの50周年のついでにペルーにもね、えー、立ち寄りましたみたいなそんな感じでございまして。 で、まあ、そこからですね、まあ、なんとなくね日系人移住の節目には行きましょうみたいにその100周年の記念でですねなったんじゃないかと思うんですけれどもそこからですね2009年に移住110周年を記念して常陸宮様とあと秀殿下が行かれてるんですねそれから2019年に移住120周年で M 子さんが行ってるというねこんな感じなんですけれども。 ここでですね2014年にですね、まあ、非常に唐突になんですけれども外交関係樹立140周年というのが出てきてでこれでエミア夫妻がペルーを訪問してるんですね。しかもですねこの外交関係樹立140周年 っていうのは本当は2013年だったんですよね。<laughs> なので今回ですねあの今年8月にね本当はこの外交関係150周年を迎えたところをシカコさんはまあ非常に時差外りにですね11月に訪問するってことなんですけれどもエイミアンさんに至ってはですねもう年まで違うっていうね <laughs> 2013年だったのに2014年に行ってるんですよ。まあこれどういうことってね思うと思うんですけれども、えー、2013年に104 しか30周年を迎えているのに2014年に行くのはもう何でって感じでしてもうこここじつけでですよねでさらにこ今の今までですね日系人の皆さんの移住の節目にはあの皇族の方が行かれてたんですけれどもでも外交関係樹立何十周年で行った人とかいなかったんですよ。 ね、多分その外交関係樹立とかって結構まあ政治的な話ですからそれまではやっぱりねその現地の大使館のね大使同士でお祝いしたりとか本当にその草の根、ね、レベルでのね、えー 式典とかだったりとか、まあ、もしかしたらその外務大臣とかですね、まあ、そういったつながりでの、えー、なんだろう交流はあったんだと思うんですけれどもあの140周年でですねこれまでは一度も行われていなかった日本とペルーの外交関係樹立のなんか節目で皇族が現地に行くってなんかあまりにも中途半端だし不自然なんですよね。 でなで今回の150周年も当然のようにですね外交関係樹立150周年で皇室から誰か行かなきゃ的な,なんか雰囲気を醸しているんですけどなんかそれ、10年前に突然あなた方はですねエイミ見家がなんか税金旅行のためにひねり出したなんか外遊ですよねってことなんですよ。 ですからなんかさもね公式訪問みたいにしてますけど、まあ、これは私の偏見ですけれどもあの初回のね140周年ならぬ141周年の時は絶対にエイミア・サイが南米方面に行きたくってペルーにねご利用したと思うんですね。 で特にまあ初回の時は過去にそんな前例なかったよねみたいな感じなので日本からね皇族が来るってペルー側はも考えてもなかったしもちろん期待もしてなかったと思うんですよ今までそんなことなかったので,であの今ちょっと141周年なんですけどなんで来るのって、ねまあ、ペルー側としては思ってたと思うんですよね。 まあ、だから絶対そのペルー側からの、えー、エミヤ家へのご招待とかじゃないし。渡航費もですね、もうこっちが勝手に、あの、行きたいから行きますって言って、日本側からペルーにごり押して。で、行くんだから、もう日本の自腹でね、お願いしますってことになってるのは間違いないと思うんですよ。ペルー側からしたら、招待もね、してないんだけれども、でも、まあ、一応、こう、日本からね、皇族みたいな人が来たら。なんか、セレモニー感がね、やっぱり高まるのは事実ですし、まあ、現地の。 高級ホテルであるとかなんか警備会社みたいなところも潤うので、まあ、損はしないのでですね、まあ、大統領あたりがちょっとねえちらっと出てきて記念撮影に応じてくれてなんか昼ご飯でも食べさせてなんかホイホイしておけば、まあ、いっかみたいなね、まあ、そんな感じで受け入れたんじゃないかと思ってるんですね。まあ、この無理くりの強引さまさに「たかりの宮」の本領発揮ということでございますよね。 なので過去には日系人の、ね、皆さんの移住の節目ですら日本の、ね、皇族方は行ってなかったし、まあ、100周年にねさや、えー、子さんが訪問しただけということなんですね。ただ、皇室 にとって、まあ、日系人の皆さんというのはもともと日本人だし日本人の血が流れている方々だということでさや、まあ、子さんが、ね、100周年にペルー訪問したことをきっかけにじゃあ今後は本当に、ね、10年ごとに誰かが伺ってなんかお祝いしましょうねみたいなね、えー、そういう,ふう雰囲気になったので。まあこ 今後は、ね、10年ごとに行きますってなったところまでは一応その1万歩ぐらい譲って理解するとしてこの外交関係自立は違うよねおいおいおい」みたいなこっちつけるんじゃありませんみたいな感じでだからエ美屋家がね、えー、無理っくりひねり出しましたよねというね、まあ、こういうことなんですよ。 でまあ、これがですねペルーで日系2世のねあの藤森大統領っていう方が1990年に当選されて大統領になられたのでそこでなんかこう非常にですね日本でも話題になったと思うんですけどもそこでまあ皇族 方も思い立たれて1993年あたりにですね外交関係樹立120周年であの相手方もですね日系人の大統領だしっていうことで、えー、向こうでね日系人の方が頑張って、まあ、一つの国のね大統領にまでなられたということで皇族方がお出ましならまだわかるんですよ。で多分その その藤森大統領というのがあったからその日系人とねあの移住100周年記念で行かれたとかやっぱそういうところもあると思うんですよね。こう非常にこう日本とペルーの日系人つながりが高まったというねその機運があったので紗弥子さんがじゃあ100周年だしし行きましょうねみたいいになったんじゃないかなと思うんですよだからその藤森大統領の時に外交関係樹立にも着目してその時に行ったならまだ分かるということなんですね。 なので、まあ、この外交関係樹立何十周年というのはあの決してね長年やってきたことではなくてエイミア家がですね外交関係樹立141周年から強引に始めたものだということをこの本でね分かったということでございます。そして皆様にもですねこれはですね長年培われてきたものではなくて唐突に始まったものだということをここでねご理解いただければと思います。 まあなのでシカゴさんんも行く意味がないんですよ100周年の時も何もやってないしそこからですね以降何もやってないので今回ですね150周年だからといって過去にもやってなかったし今回もやる意味ないんです。 でまあ、一方ではです、ね、その公務の担い手が少ないとか言いながらね、まあ、こうやってですねなんか用事をひねり出してまでですねこの、えー、のこのこ、ね、ペルーに行く時間があるんだったらやっぱり金城陛下を、ね、お支えして祭祀のお手伝いでもしてくださいというふうに思うわけでございます、まあ、よくもまあね971はこんな私的旅行ですねさも公務みたいに仕立ててなんか全額タダでですねあの連中を行かせるものだと思います。 そして今度のねシカ子さんのペルー訪問もえとあるね日系航空会社のえ海外ツアーのタイトルからちょっとねキャッチコピーを加工させていただきますとファーストクラスで行く気ままに贅沢ペルー10日間リママチュピチュクスコえびっくりびっくりみたいなねえ世界遺産マチュピチュ遺跡え現地大使と大使館職員の日本語ガイドガードマン付きで安心全校庭お食事付き衣装もオーダーメイドで事前にお作りします。 ツアー料金5000万円、えー、みたいなね、まさにそんなわがまま旅ではないでしょうか。まあこのね5000万円というのは私が勝手にあの作ったんですけれども、もう本当ねこの無駄金があるんだったら年の宮様のティアラ台に当ててほしいと思います。 ということでございましてペルーの外交関係樹立で皇室から皇族の皆さんがですね出張る必要はもともとなかったし今後も全くありませんよというね、えー、こういったお話でございましたこのね本を執筆なさいましたペルーの大使の方本当にですね貴重な情報をご提供いただきましてありがとうございました。 特にですね、えー、宮夫妻が2014年に行ったんだけれども、本当はですね、えー、外交関係樹立の節目は、えー、2013年だったんですよというね、<laughs> この暴露は大変ですね、えー、着目すべき点だと思います。ということで、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価、コメントなどをいただけましたら、今後の動画作成の励みになりますので、よろしくお願いします。本日もごご視聴いいたた。だきままししてありがとうございました